それでは始めます。はい。じゃあ始めます。では始めます。ファーストテキストでテキスト情報からレシピ分類を作った話として、各コムの高木がお話しいたします。まず目次はこのようになっています。それでは、お話を始めます。まあ、自己紹介なんですけども、私高木と言いまして、まあ、所属は、科学コムというところに勤めています。学生時代は京大で分子シミュレーションの研究をしていました。ちょっとスクリーンがちょっとおかしくなったんですけど、学生時代は、分子シミュレーションでした。仕事内容としては、自然言語処理などを使って、まあ、社内のデータから価値を生み出すことをやっています。私は、まあ、バックグラウンドもそうなんですけど、特に理論をやっていたわけではないので、応用を主にやっているものです。ガチではないというところですね。で背景です。でなぜその科学コムがレシピ分類をするのかという話をちょっとお話しします。実はですね、科学コムでもレシコンというレシピのアプリをやっています。こちらは外部の提携先レシピサイトからデータを集めて作っているようなアプリとなっています。こちらは iPhone の、iPhone のアプリ。iPhone と Android があります。でなんですけども、こちら、そのレシコンではその検索のためにレシピにカテゴリーを紐付けているというところがあります。で従来のカテゴリーの紐付け方法としては、新しいレシピが来るたびに担当者が内容を見て、目線で一つずつ判断しているというようなことをやっていました。でまあ、もちろん問題点がございまして、その提携メディアが増加すると、一気に新規レシピが増加するということがあります。その1個2個だと毎日処理できるんですけども一気にそのメディアが増えて1000とか増えちゃうともうそもそも処理できないというような話があります。ここでその現在の紐付きデータがございますのでそちらをスプトジェードすれば分類器が作れそうかなということを思いました。やりたいことをまとめるとこのようになります。レシピのテキスト情報を使ってカテゴリーを推定して目検で作ると目検で紐付けるんですけどもそちらのサポート図を作るというところを目標にして調査を行いました。こちらの赤い部分を元にこのようにカテゴリーを当てるということをやります。で手法についてちょっとお話しします。こちらのサポートベクターマシンというものがあるんですけどもこちらの分類といったらこれを使うというぐらい有名なアルゴリズムとなっています。基本的には2つのクラスがあったときに、それらのクラスを最も素早く分離できる境界線を引くというようなことをやるんですけども、これでうまくいかなかったというのが、知見として上がりました。これなんでかということをちょっと考えてみました。カテゴリー分類のタスクとしては、大きく分けて3種類あると考えています。1つはその日分類と呼ばれるタスクで、1つのデータに対して着目するカテゴリーに属するかどうかという日の分類をやるものですね。例えばスパムメールの分類などがあると思うんですけども、それは例えばメール A がスパムであるとか、メール B がスパム、メール C がスパムでないとか、そういったあたりの未知の分類するものになります。あとは他クラス分類というものがあります。こちら一つのデータについてどのカテゴリーに属するかを分類するようなものになっています。ニュースの記事の分類はこれに当たるかなと思っています。一つのデータで一つの単一のクラスが当たるというようなものになります。で最後にマルチラベル分類というタスクがあります。こちら一つのデータに対してどのカテゴリーたちが属するかどうかを分類するようなものになっています。例としてはそのレシピの分類なんですけども、例えばそのレシピ A、これもお肉がたくさん入った野菜炒めみたいなものを考えていただければいいんですけども、その場合、そのお肉のおかずであり、かつ野菜のおかずであるというカテゴリーが当たります。でレシピ B については、例えば牛丼みたいなものを考えていただければいいんですけども、お肉の数であり、かつご飯のものであると、こういった状況が考えられます。で先ほどの SVM は基本的には日分類をするアルゴリズムになっていまして、ワンバーサスレストと、一つの、あるカテゴリー、それ以外っていうので、何回も分離することで、多クラス分類ができるんですけども、マルチラベル分類をしようとすると非常に辛いというようなことがあります。ここで今回使ったのがファーストテキストというものになります。こちらは基本的にはワードスベックと同じようなものです。単語を別語に変換していろいろやるというような仕事となっています。ただ異なることもありまして、ワードスベックは単語、文字列の類似性は考慮できないんですけども、ファーストテキストについてはサブワードというような形、その単語の中の N グラムですね、N グラムの類似度を考慮して別語を作るので、文字列の類似性を考慮することができるというのが一つあります。
例えばその黒胡椒と白胡椒は似ているものとして扱うことができるというところになります。そのワードスペクトの違いとしては、その教師あり学習によって直接分類問題を解くことができるということがあります。各単語がどれだけカテゴリーらしいかを考慮してベクトルに変換して、それを足し合わせてどのカテゴリーに近いかというものを判定するというのが内部の処理となっています。でもちろんその一つのデータに、一つのデータがそのカテゴリーについてても問題なく通すというようなものになります。この一つのワンフォートベクターが一つの N グラムと、一つのトークンだと考えていただければいいんですけども、これらを、分散表現の分散表現に圧縮して、それを立ち合わせて、どのカテゴリーに近いかということをやります。マルチラベルの時は、ここが1が複数あるというような状況です。今回メディアで3つぐらい大体ついていたので、3つ予測して、仮説が低いものが戻るというようなことを、処理として、後処理としてやっています。で続いて、結果についてお話しします。今回結果、どうやって結果を計算しようかなと思ったんですけども、1つのレシピには複数のカテゴリーが含まれるというのがあるので、カテゴリーごとに正解した数をカウントして、集計しています。じゃあどういうことかというと、例えばこちらの一番最初の ACP ですね。こちらの、こういったデータがあったときに、当てると。例えば、そこからデゴリが、お肉の数であり、骨折であり、デザートチーズ、バイトで、バレンタインであると。こういった状況が、推論結果になります。さらに、結果として、お肉のおかずがお肉のおかずであると、お肉のおかずが生徒率プラス1。で、こちらだと、ご飯レシピ、アレシピ、バレンタインレシピは両方間違っているので、これをカウント0と、セルズ0というような処理を行って集計したというのがやったことになります。このようにはちょっと困難なところとして、その文字列だけでは、ホワイトデーとバレンタインがなかなか分かりづらいといったことがあるということが多かったです。続いてカテゴリー全体の結果をまずお話し、これ集計後の結果になるんですけれども、実応用としては、学習データがどれくらいあれば、どれくらいの精度が出るかというのが気になるところなので、少し計算したのが問題ないと思います。こちらはデータが100件と1000件と1万件と全件の6万4000件というようなもので、精度再現率を計算したものになります。こちら、この辺りが1万件になるんですけれども、1万件で、この辺りの再現率があるのかもしれないですけども、この辺りでギリギリ使えるのかというような、性能が出るというところになります。こちらのその精度というのが、こちらの赤い線になるんですけれども、これはシステムに答えたものが正解である割合で正確性を表すものになります。こちらは全件使ったところでも、7割ぐらいですかね、になると。再現というのは、正解のシステムを答えたものがある割合で、網羅性を表す指標となっていて、75% の限界だというところになっています。こちらが、カテゴリー全体の結果となります。続いて、カテゴリーごとの、精度と再現率について評価したのがこちらのことになります。こちらの紫の線が 80% ラインとなっていて、この上にいるものが、性能が良かった、分類性能が良かったカテゴリーとなります。こちらのカレーギャルとか離乳食、ちょっと遠くて小さく見えない方がいらっしゃるかもしれないですけど、こちらのカレーのカテゴリーで、こちらが離乳食のカテゴリーになっています。こちら非常に分類性能が良かったというものになります。こちらちょっと見ていくと、ちゃんと当たるということですね。でこちら、なぜうまくいったかといいますと、早いところ、特徴的なキーワードがあるからですね。離乳食のカテゴリーだと、もちろん離乳食があるだったりとか、カレーだったらカレーがあったりとか、当たり前のことなんですけれども、ちゃんと特徴的なキーワードがあるものについては当たるということが分かりました。で一方で、こちらの全然当たらなかったものについても、評価、ちょっと目線で見てみました。こちら、例えば美容のカテゴリーというものがあるんですけれども、こちら、この文字列から当てるデータなんですけれども、基本的には当たらないというようなことになります。
節約料理カテゴリーというものもあるんですけども、まあ、こちらも当たらないということになります。こちらあの少し見ていただくと分かると思うんですけども、あのこのタイトルとこの材料から、まあ、美容であるっていうのは人が見てもよく分からないというようなことが分かると思います。節約料理も、まあ、同様です。特徴的なキーワードがないというのがうまくいかなかった理由なのかなと思って、まあ、非常にナイーブなところなんですけども、こちらかなと思っています。以上です。考察を行いました。まあ、正しいデータが1万件程度あれば、まあ、それをもとに日レシピのカテゴリー 70% あっていうことができました。機械学習の界隈ではその、まあ、いろいろ精度とか、まあ、性能が出てくると思うんですけども、こちらやっぱ正解データがあるから計算できたものとなっていまして、まあ、正解データがない場合にこれどれぐらい当たるのというようなあの議論はできないということですね。あの頑張って正解作らないと性能が評価できなくて後から困るということになります。今回なんですけども分類性能は決して高くないです。ただその人がカテゴリーを付与する際の補助ツールとして、まあ、作成しましたので、まあ、この制度でも内容は良いというのを事業部の事業から声をいただいています。でレシピのタイトルであるとか食材にそのカテゴリーらしい単語が含まれていれば、まあ、構成列に推定が可能であるということが分かりました。まあ飲食だったりとかカレーであったりとかですね、データに含まれていればその明示的に特徴を定義する必要がないのでデータを作ればいい。特徴を見つけてしまえばルールベースのシステムを組み込むと安定した分類ができますので、こういった方法もあるのかなというのは少し考えています。で、逆にそのレシピ情報にカテゴリーガスが十分含まれていない場合というのはカテゴリー推定が困難だということが分かりました。美容であるとか節約料理とかですね。こちらはそのどうやって美容っていうカテゴリーというのを紐付けているかというのを少しお話しするんですけども、こちらのレシコンは外部サイト、外部メディアからデータを引っ張ってきて載せるというようなものになりますので、まあ、掲載元が存在します。掲載元でそのレシピが利用カテゴリーとしているときに、まあ、こちらでも供与するということをやっています。ここでその掲載元が異なれば一貫性がない場合があって、表示データが正しくないというようなものが言うことがありますし、正しくないかというのがあります。でこの場合はそのテキストだけではなくて画像であるとかカロリー情報であるとかその別のデータを使うと、まあ、推定できるのかなと思っています。こちらが一つのメッセージなんですけれども、機械学習であるとか人工知能は強力なんですけれども、正解のデータが曖昧だと曖昧な結果しか出ません。私は 100% の正解にはまずならないので、その一旦は結果を人が確認する必要があるということが言えると思います。一旦確認してしまえば、まあ、あとはKPI であるとか、そういったもので評価することができると思うんですけども、一旦前提見る必要が、リスクヘッジの観点から言うと、確認する必要があるのかなと考えています。以上、まとめますと、既存のレシピ、カテゴリー情報をもとに、レシピにカテゴリーを自動で紐付けるシステムを開発しました。必要なデータ数は最低1万件程度かなと思っています。カテゴリーらしさの特徴がレシピにあるかどうかで分類性能が大きく変わることが分かりました。機械学習や人工知能は強力なんですけども、正解データを作るところであるとか、結果を確認するところは、まだまだ人がやらなければならないと思っています。以上をもって、私の発表を終わります。ありがとうございました。